こんばんは、ピヌさんです。うずきの塔攻略やっていきます。まあね、もうすでに分岐があるんですけども。宝箱とか全部を取るという感じではなく、まあ、クリアできるところからガンガン行っていきましょうと。動くんだね。うわっと。どうしたなんかものすごい数のモンスターがいたな、今。ちょっと人数多いですね。これは殴りに行っていいかな。殴って倒せそうな気がするな。ちょっと一旦試してみよう。無理かな。まあちょっとしんどいけど、やってやれないことはないというか。お、グレンケン。そっか、ガドウィンが今防御したのか。なるほどね。経験値150はまあおいしいね。2人も一気に上がった。こいつは何なんだろう。なんかあるわ。あ、全部倒さないといけないんだろうね。よっしゃ、マナイク来た。鍛えるのも大変なんだけど。なるほどっすね。やばい、不意を使えた。タルと連携してるんだ。ちょっと強いんじゃないかどうか。かっけえガド。グレンケンちょっと使うな。まあでもな、通常攻撃だけでも倒せるな。悩むんだよな。こっちの方がな、効率がいい気がするんだけどね。スキルがね、上がんないんだよ。ずっとその話ばっかりしてますけどね。ずっとその話ばっかりしてるね、確かに。あと1体。やっぱりね、なんか解放されたね。まあこれも通常攻撃で。まあ4人もいればね、プーイファイヤー。いいね。早いね、4人だと。階段。はい。なるほど。こういう仕組みか。階段あるわ。階段もいっぱいあんじゃんね。2階。ああ、しかもルート違うか。ああ、そう。うわー、めんどそう。広いなー、やはり。まあ、そんな気はしてたんだけど。4体か、多いなー。ん、ああ、なるほどね。レベル上げには確かに良さそうなダンジョンだけどね、スキルを上げるってことを考えるとあんまりというか、使ってってもいいんだけど、効率とか時間を考えると使わなくてもいいような。ああ、ほうほうほう。うわ、これ迷路になってんじゃない？スイッチ。あ、動いた。動いたけど何にも反応ないな。ん？ああ、これ階段が途切れてる？なんだこれ。これなんか癖があるね。ああ、樽だ。樽ということは、揺らしたら来るように久めの弓矢。なし。まあ別に来ないか。じゃあちょっと違うフロア行ってみましょうか。おっとっと。まあガードが強すぎるんだね。分かった分かった。ガードが基本強すぎるんだな。だからなんとかなってんだね。まあ確かに一人だけレベル30だもんね。ああ、そうか、疫病になってるな。疫病治すニケロマああ、なるほどね。ニケロマね。うん。魔法どうしよっかな。使ってった方がいいんだろうけどね、ほんとどうしよっかなって感じ。グレンケンもそうだね。ライがまあガードは通常攻撃。あ、強っ、攻撃強っ。12か。なんか敵のアジトっぽいですよね。よく統制されてるますよね、このモンスターたちが。組織立ってるというか、管理してますよね。またガードか。シャキア、シャキアは1体。敵1体っていうのがちょっと使い勝手悪いんですよね。雑魚を相手にしてしまった。これジャスティンもうちょっとでレベル上がるな。結構簡単に多分ボスに行くところまでで上がるでしょうね。ボスいんのかな、いるだろうさすがに。んあららら、なんでこりゃ階段になってたか。お1階。はいはいはい、スイッチあるね。ちょっと探索はする必要なし。で、階段。2階。あれもうゴール？なんかすんげえ戻るんだなこれそうなの。すっげえ戻るんだな。まあ敵出てこないからね、まあそれはいいですけどね。ランダムエンカウントのゲームだったら、マジって感じになりますね。あれこれは行っていいよね。これは行っていい。この先あれ違うな。あれ赤いやつ。迷った迷ってしまった。あれここじゃないのか。ドクロの兜怪しいから装備するのやめた。階段ここじゃないな。もう一個あるんだな。まあそうだもんな。確かに分岐になってたもんね。ここね。あれこれはこれ階段っぽいですけどね。一旦戻ってセーブもしますか。なんかこういう感じのこと増えるんだろうな。あ、こっちがルートなの。あるわ。ほんとだ。あるね。あー、でもこっちにも行けんの。わ、敵いた。あれ、じゃあ手前？待って、こっちも奥深そうだな。手前のところも見ていきたいけど。おいおい、敵の数も多い。ああ、食らうな。天地大乱。ちょっと戦闘が終わると方向が分かんなくなっちゃう。ああ、ひどいなあ。参っちゃうですよね。来ますよね。牛を取られたか。かあれ、敵って牛を狙ってきてんのかな。なんか今そういうの純粋に思ったな。敵いるね。なんかボタンを押したね。そしてボタンを押したら敵が動いたでしょ。ちょっと謎解き大変じゃないですかこれ。どうすっかな。ライナーか。雑魚を相手にしてしまった。まだ残ってんだ。モンスターの数はえらい多いね。まあでも物理先に育てるっていうのもありだよな。攻撃の基本だからな。めっちゃ戦闘楽だしさ。ミケロマ使ってみるか。ミケロマ、今4ポイントで9。ああ、そんなに経験値は上がりませんね。ん？クレップの鎌、これなんか強そう。そんなことなかったな。あれか？ガドウィンか？名刀日村。まあどこ行っていいかわかんなくなっちゃったな。あ、いやでも一応。ん？これ何なんだろうね。一回押せばいいってわけじゃないんだ。警告音が出るね。いやー、これいけないな。いけるんじゃないの？いけないのか。ああ、滑るってことか。いたいた。やっぱ4人早いね。いいね。何の何の苦にもならないね。ここはもう押し切ろう。物理で押し切ろう。もう道具も使っていくか。はい、道具も使っていきましょう。この辺りに広いわ広いなー。なんかいろいろある。あっちゃあー、そういうこと。なるほどね。赤は踏んじゃダメなのかもしれない。いや、いたいた。こいつらも倒しておこう。赤踏んじゃダメな気がするな。でもルートが見えてくれてよかったわ。うわ、4体。やばい。うわ、マジ。おお、初めて戦闘不能出た。これあれかな、戦闘終わったらプラス1で復活するのか復活しないのかっていうのも気になるところですね。修行は足らん。経験値が入らない。復活してそう。あ、ゼロだな天に召されてますけど。あれでも魔法使えるぞ。あ、使えなかった。なるほどね。はい、ほうほうほう。あっちゃー、死ぬこともあるね。まあそりゃあるだろうけど。死にましたね。んあー、ここにも階段もどきあるな。4体。まあガードは打ってって魔法使いましょう。炎よ、燃やしちゃん、なんか荒れてるな。あー、上に上がれる。ちょっと待って。左にも行けるな。でも上にも上がれたね。で、敵もいたな。あ、そう。4体。これ先制取ったら大丈夫だろう。お、ホムラムチを習得。直してこい。どっか道がありましたよね、今。ああ、この上だ。あ、降りる。降りるか。ってことは、ああ、もう、迷うな。両方とも、行っておきたい感じもするしさ。敵はいますね。まあ、そりゃいるか。長いな、このダンジョン。ああ、SP60？ そんな溜まってんの？あ、そう。一撃強い。ちょろいちょろい。ああ、はい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 、ここに繋がるんだ。じゃあ、なんか新しいとこ来た。分岐多いな。とっても多いね。上に上がっていった方がいいのか、下を捜索した方がいいのか、みたいなね。あれ？これ一周してきてない？あれ？あそこ見て迷ってるな。これ多分来たな、ここ。敵がいないってことは。ああ、来たね、多分。敵がいるからルートはあってそうな気がする。炎の護符。ああ、ようやくここに繋がるのか。ようやくですね。ああ、はいはい。ああ、ボス。ボス待ってるでしょ、これは。ああ、来ましたですね、ようやく。はあ、長かったな。結構迷った。あれ、もともと何のために来たんだっけ？なんか、槍を抜くのか。グアゲラスツツバツギタベむ、あれか。クレップを率いているのは心してかかるジャスティン。任せとけって、けどさ、弱そうだよな、あいつ。うえーい。なるほど。4つの首か。げ、変身しやがった。ヒルムラ、ジャスティン、力を合わせれば勝てぬ相手ではない。行くぞ。サーペント。ん ?5 体熱い首。ああ、なるほど。ひどい首。意地悪な首とひどい首からやっつけていこう。そういうことでしょう。254。なるほどね。真剣でいいんじゃない？絶対許さないから。集え、神羅万象の力。龍神剣。よし、いったいった。炎封印。あ、範囲攻撃だ。ほんでジャスティングレンケンはまだ温存してていいと思うんだよね。ウイスラーあれだったなんかダメだったなよ。バンフレ結構なんかレベルガシガシ上がるね。優しい首、熱い首、熱い首。よし。で、優しい首。ああ、そういうこと。ん？残ってるな。ひどい首が残ってる。優しい首もでも叩いておかなきゃか。天地大乱。微妙だな。攻撃が微妙なのしかないな炎よ、燃やしちゃえ。なんかここで一気にスキル上がってる感じはする。あ、優しい首を叩いておこう。ほんでスーはな、なんか自分に回復かけていい気がするな。しっかりして。燃えちまえ。やー、死んでない。やばい、回復しちゃう。4ヘッドアタック。Vすらなし。ああ、全部いったか。うわー、すげえ経験値じゃん。引くぐらい経験値もらった。あ、そう。すごい。やったねジャスティン、あとは勇者の槍を抜くだけね。うむ、見事なジャスティン。いよいよあとは最後の試練を残すのみ。そうそう、残ってるのは最後の試練だけって。さっきの怪物が最後の試練だったんじゃないのかよ。力だけで倒せるようなものならば、わしは歴戦の勇士にとって真の試練とは呼べぬ。ここから先こそがわしとお前の男が試される場所なのだ。さあ行くぞ、ジャスティン。ん？え？どこ？これか。ちょっと宇宙っぽくなってる？あれ、パズルなのかな？階段になるよね、多分これは。ほう。ほう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 。上に飛ばされるんだろうね。あ、運命の間だって。怖っ。待って、回復しておかないと。これやばいんじゃない？もう一回来るよね。でれ、行き止まりじゃんか。どこにあんだよ、勇者の槍なんて。ジャスティンよ、ここ運命の鏡の間で全てが終わる。この部屋こそがこの塔の勇者に与えられる最後の試練なのだ。最後の試練。試練の内容はその石板に示されている。読んでみるがいい、ジャスティン。石板？石柱。あ、これ？あ、こっちか。おい、ガドウィン、なんて書いてあるのかさっぱりわかんないぜ。その石板にはこう書かれている。運命を切り開こうとする者よ。月の鏡と星の鏡、いずれかの道を選ぶがよい。一つは未来へと通じ、今、一つは死の国へと通ずるであろう。そうやって間違った鏡を選んだら死んじゃうってこと？最初から知ってたのね、ガドウィン。ガドウィンが一人じゃ大東を救えないって言ったのはこういうことだったのか。案ずるな、ジャスティン。お前を死なせはせん。鏡にはまずわしが入る。ちょっと待てよ、ガドウィン。もしもだぜ。その選んだ道が間違ってたら、その時はジャスティン、お前が残された鏡に入るのだ。道は間違いなく未来へと通じている。バカ、そんなこと聞いてるんじゃない。それってガドウィンが死んじゃうってことだろ？まさかガドウィン、初めからそのつもりで。お前は旅人の身でありながら、わしらの村を救おうとしてくれた。お前の男気にわしが応えよう。そんな顔をするな。わしが死んだとき、大東を救うのはジャスティン、お前なのだぞ。死んじゃやだ、ガドウィン。男には命を懸けてでも、読めない。ここは自動ですね。開け月の鏡よ、さらばとジャスティン、ガドウィン。あ、でかくて入らない。どうしたんだよ、ガドウィン。む、いかん。この鏡はわしには小さすぎる。入れん。なんだよ、ガドウィン。本気で感動してたのにさ。笑い事ではないぞ、ジャスティン。こうなったらお前が行くしかない。さあ、試練の石板に示すのだ、お前が進むべき道を。わかったよ、ガドウィン。そりゃあ、まあ、月だろ。我が名はジャスティン、試練の石板よ、今、精霊の導きに従い。開け、月の。やめて、ジャスティン。どうしたんだよ、フィーナ。何が勇者ジャスティンよ、バカじゃないの、二人とも。大体どうしてジャスティンがダイエットの人たちを救うために命を懸けなきゃいけないの？死んじゃったら冒険だってできなくなっちゃうのよ。それでもいいの？何を言い出すんだよ、フィーナ。俺が行かなきゃダイエットの人たちが死んじゃうんだぜ。それでもいいってのかよ。私が行く。私が鏡に入るからジャスティンたちはここで待ってて。バカなことを言うな。そんな危険なことをフィーナにさせられるわけないだろ。違うわ。こういう時こそ冒険者としての経験と勘が大事なの。だからお願いジャスティン、私に。分かったよ、フィーナ。だったら、選んでくれよ。どっちの鏡に入ったらいいのかを。俺、フィーナの選んだ道なら信じられる。ジャスティン。わしからも頼む、フィーナ。道を示してやってくれ。我が名はジャスティン、試練の石板よ、今、精霊の導きに従い。ダメ。やっぱり選べない。もしも間違ってたら、フィーナ。俺は、フィーナを信じてるよ。大丈夫だよ。フィーナの冒険者としての経験と勘を、いや、何よりフィーナのことを俺は信じてる。だからさあ、立ってフィーナ。試練の石板よ、今、精霊の導きに従い。星の鏡を選ぶ。開け、星の鏡よ。鏡ってそういうことか。ジャスティン、絶対帰ってくるよね。ああ、もちろんさ。じゃあガドウィン、フィーナとスーを頼んだぜ。安心するがいい。ダイトのすべてはお前にかかっているぞ、ジャスティン。これなんかこっちが月で、ここなのかなって思ってた。行くぞ。これこそ未来に通じる道だ。やっぱりフィーナが選んでくれた道が正しかったんだ。ありがとう、フィーナ。お？あるね。これだな。この槍を持って帰ればいいんだ。よーし。勇者の槍を引き抜いた。なんだ、何が起こったんだ。うわぁ、こんなの聞いてないぞ、ガドウィン。早くこっから逃げなきゃ。うわ、これはやべえ。うわー。なんだこの光は。今、呪われた塔が崩れ去ろうとしている。ジャスティンが勇者の槍を抜くことに成功したのだ。まさにあいつこそ真の勇者だ。そんなことどうでもいいわ。ジャスティンはどうなったの？キャー！むむ、これはいかん。もはや塔が崩れるまでいくらの時間も残っていないぞ。フィーナとスーは先に外に出ておれ。ジャスティンが戻るまでわしはここで待つ。いやいや、私ここで待ってる。ジャスティンを置いてなんか。ジャスティンウィーナーちょっとしっかりして、ジャスティンならきっと大丈夫よ。このままではわしはジャスティンと約束したのだ。2人のことは任せるとな。やむをえん。何すんのよガトウィン、話せジャスティン。塔が崩れる。ジャスティン、ジャスティン。忌まわしき塔は光と共に去った。だがジャスティンよ、まさかお前までもが一緒に。ええい、お前だけは死なせはせん。この二人を村まで送り届けたらわしも腹を切る。ジャスティンは死んだりしないわ、ガドウィンのバカ。ジャスティン、うわーん。何事か。なんなのあの光は。怪我はどこも怪我はないのか。この通り、ピンピンしてるよ。すっごい。ジャスティン、本物の勇者みたい。見事だ。やはりお主はわしが見込んだ通りの男だったようだな。そっか。ガドウィンにそう言われると照れちゃうな。ジャスティン、ウィーナ、どうだい、無事に戻ってこれたぜ。俺ってすごいだろ。殴っちゃうよね。何すんだよ。ジャスティンのバカ。私泣いちゃったじゃないの。人の気も知らないで。ピーナ、約束してよジャスティン。もう二度とあんな無茶はしないってお願い。ごめんよ。約束する。二度とフィーナを泣かせない。誓うよ。ひどいよジャスティン。私本当に心配したんだから。あれ、いつの間にか雨が止んでる。みんな見て見て、ほら虹が見えるよ。あれ虹見せてよ。石板が落ちてるな。虹があれちょっと虹なかったな。お、魔力の種、これは使っちゃおうぜ。まあ村に戻りますよね。まあしょうがないですね。なんかでもあれだね。なんかすごいね、グランディアは。グランディアが名作だって言われる理由、やっぱりなんかところどころでわかるよね。片鱗が出るというか。まあ確かになんかドラクエとか FF と比べると感動的な描写多い気がする。印象的というか、見せ方が上手なのかな。まあこれ HD リマスターしましたけど、なんかリメイクとかでも通じると思うんだよな。ボリュームあるからね。どっから降りるんだっけ？あれいっぱい落ちてんだ。あ、これマナーエッグじゃない？ああ、全然違ったわ。この辺だね。これもう村に戻っていいよな、さすがに。あ、敵復活してますね。140も食えるんだったら戦っていった方がいいな。ちょっと50ぐらいしか食えないんだったら避けて帰ろうかなっても思ったんだけど、140は結構もらえる方だな。どっからもう熱海道に迷ったな。方向感覚すぐなくなる。コンパスね、帰りはさ、向き逆になっちゃうからさ。毒沼でしょ？沼というか、そうだね。うわー、多いな。おいおい。意外と戻るの大変だな。これであれ、経験値今53。まあこっちで上げていくべきなんだね。いやいやいや多いな。モンスター多いな。結構降りてきたね。降りてきてないか。段差があった。あー、大変だな。今日戻って、村のイベント見たら終わりですかね。してこい。してこい。マジで今どこにいるのかさっぱりわからん。やっぱりわからんなぁ。してこい。もうちょっとでレベル上がりますね、ジャスティン。これで出た。お、本当にお前らあの塔から帰ってきちまったんだな。すげえよ、さすがガドウィンだ。わしにウズキの塔へ向かわせる決心をさせたのも、槍を手に帰ってきたのも全てジャスティンなのだ。わし一人では渦木の塔に向かうことすらなかっただろう。いねえ、村長がいねえ。浜辺ですか。おかげで魚が取れるようになったんだよとかっていう超展開あるかな。あれ、いた。おお、戻ってきたなガドウィン。雨が止んだので見事やり遂げたのだと分かったぞ。さあガドウィン、その槍を飛竜の座に収めるのじゃ。いや、それはわしの役目ではない。聞け飛竜の民よ、大都に垂れ込みし暗雲は消え去った。古き伝承の通り、勇者の登場によってな。その勇者の名はジャスティン。遠方より来たる冒険者ジャスティンだ。その名を称えるのだ。なんとこの子供が成し遂げたとな。この子供が勇者だったというのか。長老よ、最初に言っておいたはずだ。子供だからといって侮ってはならんとな。さあ勇者ジャスティンよ、その槍を飛竜の座へ。その資格を持つのはお主だけだ。なるほど。あ、ここね。ここに槍を刺せばいいんだな。よーし。だー。ジャスティンよ、お前のおかげでこの村は救われた。なんだよガドウィン、照れるじゃんかよ。俺一人でやったわけじゃないだろ。いや、わしは何一つしておらん。今回のことは全てお主が成し遂げたのだ。これを受け取ってくれジャスティン。実際に槍を手にしたお主こそ真の勇者としてふさわしい。それじゃあこの腕輪はフィーダのものだ。え？フィーナが選んでくれなかったら俺死んでたかもしんないだしさ。俺は鏡に入っただけさ。道を示してくれたのはフィーナだもんな。ジャスティン。ふむ。確かにな。ジャスティンの言う通りであろう。じゃあこの腕輪はフィーナのものね。ええ。生かすぜフィーナ。え？これからどうしたらいいの？もう毒の雨に悩まされることはこれから先永遠にありますまい。それも全てあなたのおかげですよ。わしや飛竜の民は勇者ジャスティン、あなたのことを決して忘れはしません。いつでもこの大都に寄ってくだされ、村を挙げて歓迎いたしますな。あら。さて勇者ジャスティンよ、これからどうするつもりなのだ。そりゃあもちろんエンジュールを探しに行くつもりさ。南の方に大きな遺跡があるって前にガドウィンが教えてくれたろ。ジャスティンが変なことに首を突っ込んでいたからリエーテさん待ってるわよ。はっはっはっは。この辺りではその遺跡をツインタワーと呼んでいる。そこまでわしが案内しよう。大都の南にあるラーマ山脈を越えたところにガンボという村がある。そこから船に乗れば行けるはずだ。山越えか。船に乗るの？なんだか大変そうね。いや、さほど遠くではない。それにガンボは暖かくなかなか愉快なところだ。船乗りに話をつけたら少し祭りを楽しんでみるのが良いだろう。なるほど。お祭りやってんの？行く、早く行こう。はっはー、すうったらはしゃいでら。じゃあ出発しようぜ、ガドウィン。なるほどっすね。ということで一旦まず宿に行って今日は終わりなんですが、まあラーマ山脈ですか次回。そこに行くまでの準備っていうほどの準備はしませんが、あ、まだね。SP、結構悪くないな。マナーは使っておこうか。あれだな、ガドウィンがどうかなっていうところなんだけど、ガドウィンいなくなりそうな気もするからさ。マナー使うんだったらフィーナか。フィーナか、あれだよな。スーですよね。あ、ガドウィンバツバツなんだ。まずフィーナか。フィーナ。スーちょっと持て余してるね。馬車があったら、なんだろう、2軍に行きそうな感じで持て余してるね。なんかあれ見たかったな、飯食ってるやつ見たかったな、会話。ですね、ここか。ああ、もう18時間ですよ、18時間。普通のゲームだったらもうクライマックスぐらいまでやりましたけど、このゲームまだ半分来てないんですよ。ディスク2まであるんでね。はい、ということで今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。